35回目に来られたのが中村勘九郎さんと七之助さん兄弟をね、お披露目一緒に来られたのが市川中車さん、中村千里さん、36回目予定してたのが松本八方さん、前の幸四郎さんですね、新しい幸四郎さん、前の染五郎さん、親子で襲名披露をね、来てもらうつもりだったんですが、残念ながら中止になりました。昭和60年にね、その歌舞伎を立ち上げていただいたきっかけがですね、18代目の中村チャリーンという、ね、ことがしまして、それで前を向いてのお客さんが一斉にこちらを振り返ります。で、役者さんの気持ちを込めて出ていくのがこの花道ですね。その出ていく時のね、雰囲気がちょうど鳥がですね、小屋から羽ばたくのを見てますので、この場所をね、鳥の宿がいて鳥屋というふうに呼んでますね。で、今から私もこれ弾きますので、せっかくですので今日皆さん役者になった気分でね、花道ですねよろしいですか、いきますよ。だから役者さんが上がってくるし、ただ大きさが小さいですので、これね、使うときには留め替えを外すとね、この板がね、下の長くまでストーンと降ります。そこで役者さんが乗って上がってくるんですが、大きさが小さいので、ここからはですね、狐のお化けとか幽霊ですと、この大きさで出てきます。こんな衣装をつけた役者さん無理ですね。で、先ほど私人力と言いましたけどね、こっち側2人、こっち2人の4人で下がって乗りました。で、一つはですね、役者さんが衣装の早替えするときにね、この下に守り込むとかですね、から今度はね、ここから井戸から妖怪、お化けが出てくるんですね。もう一つは今度井戸にね、飛び込むとかね、いろんな使い方ができる仕掛けで、これは他のね、芝居ではありません。東京歌舞伎座にも京都南にもありません。ここだけです。それでこの大きな周りは前に直径が 7.2 メートル、重さが約2トン、センチがありますが、4人の人間が力を持って持ってね、4人で制約に回す。Patrolling.
結構。